じゃあ裏ルートもやりますか。ということで今回は悪魔城ドラキュラ X 血のロンドの裏ルートをノーミスクリアやっていきたいと思います。まあ、データはね前回のクリアデータを引き継いだ状態でステージ1からやっていきたいと思います。というわけで炎の晩餐からなんですが、まあ、この最初の部分はね前回表ルートで見せたような感じなので大体は同じなんですが、まあ、途中で最初のところでね分岐がありますのでその分岐を通っていきましょう。ちょっとこのダイハートを回収してこのウルジバの街ね、一応今回も隠しアイテムは極力取っていくような感じで行こうかなと思いますので、まあここら辺まではね完全に同じなのでまあ特に何も言うことはないんですが、こいつは無視することができます。でこの肉ね、まあ体力が減ってたら取っておきましょう。そしたらここから左に行きます。今回はね表ルートは右なんですが、まあ、こんな感じで行って、まあ、一応ここにねダイハートありますので取った方がまあいいかな。で一応ここから左に行くこともできるんですが、謎の花がいるんですけれども、こいつ全然倒す必要がないので、で正規ルートは右側ですね。あの花は何でいるのかよくわからないんですが、まあ、倒すとドル袋が出てくるので、まあ、点数が欲しい方は取ってもいいかなとは思うんですが、まあ、正直メリットはほぼないですね。時間がかかるだけで、ここに肉がありますので潤沢ですよね。表ルートだとあの最初の一つしか取れなかったのに、裏ルートだともう一個取れるというね。でここの壺なんですが壊すことができまして、ダイハートを3つ取ることができます。まあ、 あの乗ってから壊した方がいいんですが、一応見せるためにねあの位置から壊したんですが、まあ、というわけで一面のボスですね。だいぶ裏ルートは短いので、まあ、簡単にサクサクいければいいなという感じなんですが、これちょっと尻尾というかこの胴体の部分に少し当たり判定があるところがあるので、撃ったら逃げるの方がいいかもしれないですね。ここ4発入って、まあ、5発入るかもしれないんですが、まあ、4発ぐらいかな。でこの攻撃が一番厄介なんですが、ここを避けます。うん、そうすると1回だけでね簡単に避けられますので、まあ、あとはおらおらっとやると倒せるので、あとは致命の一撃を受けるだけなんですが、うん、まあ、とりあえずこんな感じで、まあ、適当に避けていけば多分避けられるので、まあそんなに一面のダッシュ面っていうか、まあダッシュ面は通常の面よりかは難易度は高いんですけれども、まあ正直5ダッシュ面以外はそんなに大したことはないので、まあ結構簡単にねやっていけるかなと思います。まあ、だいぶねあのやりましたんで、ここはでここはね斧を使っていくと簡単に攻略することができるので、斧のタイミングだけね覚えていけば大丈夫です。まあ、カラスとねこの骸骨がいるんですが、斧だったらね全部一撃なので、で取ったらまた投げる。そしたらねこんな感じで綺麗に当たるので、まあ一回も止まらずに最初のルートを抜けることができます。でここの骨柱は、まあ、倒しても倒さなくてもいいんですが、まあここのねネタのために倒したんですが、こう台座を壊すとこの肉が出てくるんですが、台座と一緒にこのガーゴイルもね処理できるという、まあそういうネタですね。まあ早く動きすぎるとガーゴイル復活しちゃうので、そこだけ要注意です。こういったところで、まあこの先なんですが、ここを下に降ります。まあ階段で降りてもいいんですが、階段で降りると遅いので、まあそのままね降りた方がいいとは思います。でダイハートも回収したら、まあ、この骨がめんどくさいんですが迎撃をするとこんな感じでねいけますの でここ壊れちゃうので早くねいきます。でこのここで斧を投げます。そうするとうまい感じでカラスに当たるの でここなんですが、ここから下に行ったら別ルートに行くんですが、こんな感じでいきます。あの真下に落ちてしまうとそのまま死んでしまうので、うまい感じでねジャンプしていくか、まあ、敵の攻撃を食らって後ろに下がるかのどっちかなんですが、そしたらここのまあ最強かな、まあ、最強クラスの敵がいて、
裏面にしか出ないね。あの月下の野草局とかだと結構出てくる敵なんですけれども、ここは魔人剣を撃ってくるので、そこを避けてくと倒したら1アップが出ます。ありがとう。というわけでもうボスなんですが、まずここにね怪しい壁があるのでワスト肉が出ます。でまあ斧でもいいんですが、今回はちょっと第二形態がめんどくさいので、アイテムクラッシュを使いたいので、この十字架攻略でねやっていこうかなと思います。で第一形態はかなり弱いんですが、まあ、無知でねこう5発ぐらい入るんですが、2ターン目からは6発入りそうな感じはするんですが、まあそんなに無理する必要はないのでね、こんな感じで倒していけばいいんですが、第二形態がね飛んでるので、無知で顔に当てるのはかなり難しいので、アイテムクラッシュを使ってダメージを取っていった方がまあ楽に攻略できるのかなとは思います。まあ聖水とかでもねいいんですが、あとはもう無知を振るいつつ十字架をね投げれば大丈夫です。で第三形態も正直十字架だけで勝てるんですが、まあ、今回は無知だけでねやっていこうかなと思います。意外とね両方使うとこれ当たるので、まあ上にこうやってね乗ることができるんですが、十字架使っちゃうとねダメージ食らってる間は敵が当たり判定がなくなって抜けてしまって逆にダメージ受けてしまうので、そこだけね要注意となってます。というわけで筋トレのポーズ2面まではそんなに難しくないですね。まあ表面もそうだったんですが、まあ裏面もそんなに難しくはないと。まあ3面からちょっとめんどくさいんですが、ここねカラスというかこのコウモリがねめちゃくちゃうざくて、でこの沼地がねあるので、まあ、恒例となっている悪魔城恒例の沼地なんですが、でこの墓左に押すことができまして、このファイナルファンタジーっぽいポーズで入ることができます。でここに十字架があるのでダイハートが出て、他はこんな感じですね。でここもダイハートねが出るので、今回は斧にしてやっていきましょう。まあこのドラキュラ X はね斧か聖書が好きですね僕は。まあ聖書が一番好きなんですが、で斧だとですねこいつ一撃で殺すことができて、この目を3つ潰せばいいんですが、このタイミングで投げればねこんな感じで一撃で葬り去ることができます。まあ無知でもそんなに強くはないですけどね。で上の方に肉がありますので取っておきましょう。この骨がねうざいんだよね。で OK 処理できた。で行くと、まあちょっとコウモリに気をつけながら行って、ここ下のルート一番上真ん中下で壊します。そうするとね隠しルートというか、まあ救出ルートに行きますので、まあ、今回ももちろん助けていくんですが、あすいません間違えました、帰りまーす何してんだこいつ。その三本指リヒターベルモント、ヴァンパイアハンター、リヒター、神のご加護のあらんこと。ゲイニッツかよ一応もう一回行くとねこんな感じで食台があるんですが、真ん中に敵が入っているのでこんな感じでやると敵を出さずにね行くことができます。格闘野郎が入ってるんですが、こいつね、こいつは下に誘導するとねこんな感じでもう戦う必要すらないので、まあスルーできますね。でこいつは倒しておいて、怪しげな岩があったんですが、まあそれはちょっととりあえず無視して右に行きます。そうすると格闘野郎が出てくるんですが、
よし。じゃあ4発で倒せるので2発2発みたいな感じで打ち込むと結構簡単に処理できます。まあ当たることもね結構多いんですが、肉があるので大丈夫ですね。で、まあここは、あー当たっちまったあれなんで壊れない、なんで壊れねえんだ。で一応ダイハートあるので取っておけば大丈夫です。でこれね、こうやって壊すことができるの でさっき怪しかったところ、実はこの鉄球が落ちて壊れるので、こうすることでようやくこの3ダッシュ面のボスに行くことができます。でここにまた壊れますので、でネズミは殺すことができてダイハートになります。まあ、急げばね取ることも可能です。で肉がありますので取っておきましょう。というわけで3面のボス、ドゲザーだったかな。うん、まあ、こいつはね斧がすごく有効で、下からね、真下にいると大体敵の攻撃が当たらないので、まあこんな感じでね、とりあえず打ち込みまくれば、あ死んだでこいつは一周回ってきますので、この間ダメージ当たり判定ありますので、天草四郎の何時暗転入滅せよみたいなのをしてくるので避けます。ただ移動するだけですね。というわけで振り向き無知でエンドです。まあ裏面はボス戦をかなりやってきているので、まあ前回みたいに変な感じにはあんまりならないんですが、これで4ダッシュ面ですね。まあダッシュ面のボスは4面までしかいないので、まあ新しいボスが見れるのはここまでですね。でここもカエルは基本的に無視していきます。でカラスも1匹目以外は無視します。ここはちゃんとねこんな感じでいけば、まあカラスがこっちに攻撃する前にたどり着けるので、まあ一切ね最初の1匹目以外は止まらなければ。でここのスイッチを押すことができるんですが、まあ、今回は人を助けることができるんですけれども、ダッシュ面の方を攻略していきますので、この下に行きます。そうするとここにしか出ない、なぜかこの鳥がさアイテムをくれるんですが、たまに牙を向いてくるので要注意です。であいつからね、まあこいつね、こいつから聖書を落とす時があるんですが、まあ今回は別にいらないので、あとはこの下っていくだけなんですが、まあ、この骨に注意しながらね落とされる可能性があるので、まあ、しっかり処理していった方がいいかもしれないですね。でここでいきます。この看板持ってきてるのが目印ですね。そしてここは死の渓谷というね危なっかしいところなんですが、この渡し船に乗って、まあ、すげえ距離短いんですけれども、そしていいものをやろうと言われるのでもらっておきましょう。でさらにいいもの、まあ、これ取っとかないとダメなんですが、でもう来るなよと言われるので、この無敵薬があるうちに行きましょうね。ここまで行ったら無敵が切れるんですが、ここはだいたいしゃがんでれば大丈夫ですね。でロザリオあるんですが取らずに行きましょう。というわけで、まあボスの前のところ、ちょっとこう目痛いので、まあ、ここもちょっとロザリオ注意報みたいなもんなんですが、4ダッシュ面のボス、カーミラかな？カーミラの方かな？今回は。で、もうめんどくさいので、聖水でさっさと殺してしまいましょう。OK。で残りがあるんですが、このボスのこのね破片に当たり判定があるので、そこを過ごした後に行った方がいいんじゃないかなと思います。アイテムクラッシュ使えばもう終わりなんですが、まあ、せっかくなんで無知でねとどめをさせていきましょう。ハートをいっぱい出すので、よこしやがれ、ハートをよこしやがれと取ったらクリアだ。まあ簡単でしたね。ここまでは、まあ、まあまあ、そんなに練習もいらない感じなので、
いいっちゃいいんですが、まあクリア後にしか行けないこの5ダッシュ面なんですが、まあ、本当にねここがめんどくさくて、まあ、なかなか難しいんですよね。まあ、こいつは落としておきます。でこう無敵薬がありますので、取りながら行くことでこのコウモリを完全に無効化することができるので、まあ、結構かっちりね攻略しないとなかなかきついので、でこの短くなってる2つ目をジャンプして早めに無調出すと処理できるので、でこいつを処理したら、ここはアイテムクラッシュを使います。そうすることでここの1回目に間に合うので、アイテムクラッシュ使わないと、おー危ない嘘だろ、やってくれやがる。このね下のルートを通らないといけないんですが、アイテムクラッシュを使わないとあれ間に合わなかったりするので、まあ、正直いつも間に合ってなかったので、どうやったら間に合うんだろうと。でここで肉が出ますので、でメデューサヘッドゾーンはかなりめんどくさいので、上のルートを今回は行きます。一応下のルートでも行けるんですが、下のルートは即死が多いので、どっちかというとめんどくさいですね。うん、まあ、上のルートはダメージを食らう可能性がかなり高いんですが、頑張れば大丈夫なので、でアックスアーマーゾーンですね。このアックスアーマーがかなり強いので、でさらに次は赤なんですが、実は赤の方がやりやすいですね、来てくれるからね余裕で処理ができるので、とにかく今回はアックスアーマーのこの上段と下段のこの斧が、特に上段が強いので、ザンギエフが上タイガーが避けられないみたいな話だから、でこう両方からこの最強敵が出てくるんですが、あー当たっちまった。まあいいけど、ここら辺まで来たらアイテムクラッシュを使います。そうするとね、片方とりあえず片方だけ処理してしまえばいいので、あとはまあ普通に無知で今回は1アップ落とさないんですが、この2匹を処理しないと次に行けないので、でここに肉がありますので取っておきましょう。でここのゾーンもなかなかめんどくさいところなんですが、ピーピングアイにずっと追われながら、まあ、最終的にアックスアーマーに挟まれるというね、なかなかめんどくさいところなんですが、ここも、まあ、アックスアーマーが出てきたらアイテムクラッシュを使うことでね、全部一気に処理できるので、まあ、めんどくさいので全部アイテムクラッシュに頼っちゃうと。まあ、ここは前回見せたような対策を取った状態でやるといいんですが、ここがちょっと難しいんですが、あとはこのタイミングで行けば当たらないので、でまあそのまま行っちゃったら敵が左からしか来ないので、ただここでアックスアーマーがまた出てくるのでめんどくさいのでまあこれで処理すると。そしたらね、もうゴールなので、あとは気をつけながらゴール。 OK、 パーフェクトというわけで、まあ、前回の6面に戻っていくわけなんですが、まあ、一応ね今回ノーミスクリアということなので、最後までねやっていこうかなと思います。まあ、それは何でかというと、まあ、ノーミスクリアの方が格好がつくっていうのもありますが、前回 30fps で撮ってたじゃないですか。なので結構敵キャラが消えてて、まあ、撮ってる間は全然わかんないんですけれども、見返してみたらねめちゃくちゃ消えてて、ちょっとあれはないなと思ったので、まあ、今回は一応 60fps に設定したら 59.97fps になったので、まあ、その 59.97fps でやっているので、アイテムクラッシュとかがね多分見えてると思うんですが、まあそんな感じでね、あと少し攻略を変えようかな。まあここはね、あの聖書で行きますけれども、行って喋ってんだから当ててくんじゃねえよ。まあちょっとね攻略を変える部分もありますので、まあそこもちょっと見ていただければなと思います。まあ、ここからもう完全に同じっていうわけではなくて、まあちょっとした、まあ、足す技というか、まあ RT 技といった方がいいのかもしれないですが、それをちょっとお見せしようかなと今回はね
思いますので、こいつ苦手なんだよないつも食らっちゃうな。なんかそしてミイラ男、まあこいつはね無知でバババーってやった方が簡単にね倒せる感じはします。まあここの攻略法はね基本的に前回と同じなので、ああ間に合わなかった。でこのフランケンをパンチを避けて、でジャンプしてくるので聖書で返して、で手広げたら、なんだだと危ない危ないで手広げたらジャンプで避けて危ない、そしてこれは聖書で返すと、まあ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 パーフェクトは取れてないですが、まあ、こっからのボス戦は前回からほとんどやってないので、まあ、5ダッシュ面まではね一生懸命やってたので、さあシャフト戦、まあ、シャフト自体ねかなり弱いので、まあおまけみたいなもんなんですが、まあ、この炎は聖書でやれば簡単に返せます。危ない。そして前回見せれなかったこう雷、あー当たったまあこんな感じで雷打ってきて、次誘導弾なので、誘導弾はジャンプで受けます。まあ簡単ですね。あとは殴れば倒せると。こねろ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 、悪は滅びた。というわけで6面もクリア。さあというわけで実質最終面の7面になるわけなんですが、まあ、時計塔はねなかなか難しいところなんですが、まあしかも結構長いというね、難しい上に長いというなかなかめんどくさいところなんですが、まあ、道中は同じような感じなんですが、まあ、途中からね変えようかなと思っております。まあ、ここの RTA 技をね見せようかなということで、まあ、この聖書が鍵なんですが、で、ロザリオ注意報です。目を伏せてください。でここは斧がね一応出ますが、今回は斧じゃなくてこのままね聖書でいきます。で、まあ、前回は相手鍵を取ったんですが、まあ、一応ねここは行きますが、今回は鍵は取らずに行きます。まあ、鍵を取ってアネットがいたところに行くと点数がいっぱい入るんですが、別に、まあ、それは別に今回はどうでもいいので、まあ、そのままね肉を取ったら行きましょう。そしたらですね、まあ、ここは前回と同じなんですが、まあ、そのまま落ちていくと。でちょっとここ前回ミスったのでちゃんと成功させていく。オッケー。で肉を取っていったら、まあ、ここ左がねアネットの部屋なんですが無視していきましょう。まあ、もう救出されてるので。というわけでここまでは全然同じっちゃうだから、ああちょっとグダったな。で、まあ、ひどいのルートでね、登っていきます。で、前回はここから下に行ったんですが、そのまま左に行きます。まあ、なんでかというと、肉の隠しアイテムを取るためなんですが、まあ、こいつは8発撃てば倒せます。で、持ちで、ここで肉がありますので、犬がめんどくさいので、ちょっと犬を処理して、ここから足す技いきます。ここで聖書を使って抜けますこれはねこう華麗に決めていく。まあ一応技の解説しますと、この聖書とかっていうか、まあこのゲームの仕様自体が敵にダメージを与えている時に光るじゃないですか。その時に敵に当たり判定が消失するという、まあ、仕様があるんですね。なので聖書を使うと
置いておけるじゃないですか。なので敵にダメージを与えている瞬間に敵と交差することで敵をスルーできるというね、必殺技があるんですよ実は。なので、まあ、それを決めていったということですね。なのでわざわざ倒す必要すらもないというわけでいきましょう。まあここまではまあお遊びみたいなもんなんでねまあめんどくさいのはここのシャフト戦なんですが、シャフトゴースト戦ね。ああ今回は斧でね、まあ、今回も斧でいきたいと思いますので、ここで斧をゲットして、この斧でシャフトゴースト戦やっていきたいんですが、まあ、なかなかねうまく決まってくれれば簡単なんですが、なかなか実は決まらないんですよね。一部分は決まったりするんですが、なかなかね全部決まるってことはほぼないので、まあ、どっかで外れちゃうって感じなんですが、まあ、僕は斧指導でやってるので、斧指導からの、おっと、あー、しまった、いきなり外れた。コウモリがね、ちょっと場所って、わっつー、ちょっとね、遅すぎるとダメなんですよね。なので、うわ、これ、ベヒーム、あった、当たってしまったな、やべえ。うわ、嘘だろ決まらねえ。まともに倒すことになっちまうのこれ。まあまあまあ、まともにいけなくはないので、まあ、特に斧だとね、このコウモリを処理しやすいので。いや、なんで避けられないの。これで、あ、いけるか。OK、いけました。あった最後まで決まらなかったな。だいぶだったな。もう怒りのムチ連打よ。うわぁ、畜生め。まあちょっと格好悪かったですね、今回。ギリギリ勝てたからよかったけど、もうここでダメだったらまた最初からだからな。やばかったね。まあとりあえず、まあこれでクリアはほぼ確定といったところだと思うんですが、まあ今回もね、この十字架で、やっていきましょう。もうここね、まあ、前回と同じようにこんな感じで、一発で全部取れるという小ネタなんですが、まあ、それは別にどうでもいいということで、さあ、避けていきましょう。さあ、ドラキュラ戦。今回はちゃんと映ってくれればいいですが、前回ね、全然姿が、見えないというね。結構点滅が激しいので、このボスがていうか、まあこのゲーム自体がね結構点滅をよく使っているので、なかなかね難しいんですが、まあ今回は FPS を上げているので、まあ多分映ってくれてるとは思うんですけれども、まあ2発ずつね、まあ、前回と同じように入れていくと。完璧。まあ、雑魚ですね。そしたら、こいつも無知で。OK、いきなりか。ファイアボール。これはチャンスなので入れていく。まあ、めんどくさいので、避けて、避けて、そして、避けて、もうアイテムクラッシュ使っちゃうよ。おお、これ出た。なかなか珍しいね。これしゃがめば受けられます。で、あとはもう無知でいけるかな。OK。いや、雑魚でしたね。最後は良かった。パーフェクトで決まってくれた。もうシャフトだけだったね、やっぱり。難しいのは。というわけで、裏ルートもノーミスクリア。達成です。まあ、エンディングは前回見せたのでカットしていきましょう。エンディングが終わったわけなんですが、一応リザルト見せておきましょう。
表ルートと裏ルートをね通しでクリアした時の一応データですね。でこれだと 98% なので、最後一つ残った4ダッシュ面の救出とクリアをやっていきたいと思います。まあ、一応 100% にしないとトロフィー条件を達成できないので、まあ、一応ね 100% にするためにやっていきましょう。今回はここからスタートになるので、アイテム持ってないのでこのナイフをね使ってやっていきましょう。まあこの一発ぐらいしか使わないですがあとは同じですね。まあ、さっきと同じような感じでやっていきます。でこの後ですね、スイッチがあったじゃないですか。まあ、前回は押したんですが意味なくて、まあ、これって実はもう一つあって、もう一つ押さなければいけないので、まあ、ここでもう斧に変えちゃって、まあ斧の方がねこの骸骨を処理しやすいっていうのもありますが、まあ、基本的に無知でやっていきますのであんまり意味はないんですが、このカエルだけはねしっかりと倒していってください。カエルは復活しないので、倒さないとずっと残り続けるみたいな話なのでちょっとめんどくさいんですよね。でここのスイッチを押します。そして戻ります。そうするとこの2つのスイッチを押すことで、この道中の橋がこんな感じでね落ちてると、で下に行けますので、でここに肉がありますので取っておきましょう。まあ実は帰りに取った方がいいと思うんですが、で1アップがありますので取りましょう。 OK で、まあここは普通にね降りるだけでも大丈夫です。危なっあいつが結構危ないので。そしたら、あすいませんでした。平気だ。こんなのは怪我のうちに入らん。それじゃ。待って、私これでも医者の娘なのよ。これでいいわ。ありがとう。いいえ、お礼を言うのは私の方です。どうもありがとう。これから先へも進むのでしょう。どうかご無事で。そしたらまあ一回戻ります。そうするとねこんな感じでいっぱい食材があるので、アイテムも全部取れるし、ダイハートもねたんまりとあるな。聖書にしたい、聖書が好きだから。で、ロザリオ注意報です。まあねちょっとめんどくさいのでロザリオ取っていった方がいいかなということで、でまあここまでにダメージを受けていれば、ね、ここで肉を取った方がいいんですが、まあ乗るねまあ、ちなみにさっきの人を助けた時になんか手当てしてもらえるじゃないですか。なので実はダメージ受けててもあの人が回復してくれるっていうね、多分全開してくれると思うんですが、ちなみにここにもうロザリオあるんですが注意報を出すのがめんどくさいので取りません。というわけでもうここもこのステージ終わり際なんですが、まあここのねいつものこの飲み男、まあいつもだったら専務士男なんですが、まあその飲み男をねこう鳥が連れてくるっていうのが今作ないなと思ったらここにいたというねいう感じなんですが、そしてここからそのまま行くと四面のね表ルートの方に行きます。なのでここはね普通に四面のボスであるデュラハンが出てくるんですが、まあ、ここは多分クリアしないと 100% ならないんじゃないかな。あ、違うかな。助けた時点で、そうだ、100% になりますね。僕がこれ 100% にしたとき、助けた時点で確かフルベルモンティっていう、ああ、当たっちゃった。称号をもらったような気がするから。うん。多分倒す必要はないですね、ここまで。まあ一応倒しましょう。ダメージ食らっちゃったけど、ああタイミングを忘れているまあ強い敵ではないので
あとは殴るだけですね。というわけでこれで 100% になっているはずなので、これを取ってクリアした後戻って見てみましょう。まあ、100% になってもブル袋があるじゃないですか。まあこれでタイトルに戻ってで見てみると、ね、 100% になってると。でこのテクニックっていうのがあるんですが、まあこれにねドル袋のお金が使われるんですが、こんなにねいっぱいあって結構大量に必要なんですが、まあ、実は、まあ、そのデータをこちらに作っておいたのでまあこれが全部完璧に買ってる状態で、さらにコンティニュー回数ゼロということで 100% になっているデータになります。というわけで完全攻略ということですね。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。